です。今日はビビフェスがあるんですけど、その時のバッグの中身を紹介したいと思います。こんな今日バカでかいバッグ持ってきたけど、中身全然入ってないんですけど、ちょっとずつ紹介していきますね。まずはこのね、マイボトル最近持ち歩いてて、あったかいお茶を常に飲めるから、やっぱこういう現場ってちょっと冷えたりとかするから、これを持ってきたくてこのバッグに入れてきた。でしょ。で、あとは歯ブラシ、なんか別に電動でもいいんだけど、なんかコンビニでこうさっと買える歯ブラシをいつも買っちゃう。でしょ。あと最近ハマってるこれハンドクリームなんだけど、 100% ナチュラルのハンドクリームで、なんかね、香りは結構柑橘系でサラッとしてて、なんか本当になんか 100% のハンドクリームってなかなかないから、これね、知り合いの人におすすめだよって言って買いました。めっちゃいい匂い。あとね、最近めっちゃハマってるリップがあって、それがこのボビーブラウンのクラッシュドシャインジェリースティックの02番。なんかね、こういうちょっとクレヨンっぽい感じで、なんかね、結構リップスティックみたいな感じでこうさらっと塗れてツヤツヤにしてくれるから、めちゃくちゃおすすめ。あとなんか今年の春夏とかってこういうヌーディーカラーのリップが多いなと思ってて、だからこれは今っぽく顔を作れるから、最近のお気に入り、ずっとこれ塗ってる。あとは何、カードケース、私のクレジットで基本的に生活するから、もうお財布これだけで、たまにこう現金しか使えないところがあるから、そういうところはここに現金を一応入れてます。で、なんか私この間まで財布落としてたんですよ。それが戻ってきたの、すごくないですか。なんかさすがだなって思って、もうこの財布はまず一生大切に使おうと思います。よかった、戻ってきて。なんか返してくれた人、本当ありがとうございます。マジで感謝。あと、いや、てかエアポッツってなくしません？なんか私結構なくしてて、もう本当に買い替えるの嫌だなと思って、もう普通のワイヤレスのイヤホン、ワイヤレスじゃない、普通のイヤホンで、やっぱこういうのは性格出るよね、 E 型っていう感じ。あとはこれも結構毎回紹介してるけど、私の大好きなアロマオイル、なんかこう頭痛い時とかちょっと緊張するなとかリラックスしたい時にこう匂い嗅いだりとか、あとこめかみに塗ったりとかして癒しを求めてます。これすごいお気に入り。なんかドールタイプだから、スプレーだと周りに飛んじゃうから、そういう面ではロールタイプ使いやすいなって思います。あぐらいかな、こんな感じ。なんか大きいトートバッグってなんかボン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 荷物入れられるからすごい楽だし、もう言うてこんだけしか入ってないんですけどね。とまあこの日は私のバッグはこんな感じです。